マシューライトはコントロール、岡田がついてきますが、このパス取ったユトフ、左手のシュート決まり、この辺の起点をきっかけにと思うんです。ここですよね。でこれスペインピックといってまた変えてきましたね、スクリーン、そしてスリーポイントユトフ、あ、ここは遠いところでパスを通して片岡、向こう側からのスリーポイント、ユトフのリバウンドです。また速い、そして速いことミスタもらってイージーバスケット、カムバックをされるっていうような時間帯の匂いがあったんですよね。ただここで、まあ、京都がディフェンスでの